福島浜通りトライデックは原発事故で被災した浜通りの9市町村で産官学の調整役を担う民間組織です。この組織は放射性物質で環境が汚染されたアメリカワシントン州のハンフォード地域で経済発展の成果を上げた非営利団体トライデックを手本にしています。今後は地域の復興創生を進めるため実態調査などの研究を進めるほか住民や企業などの要望をまとめる役割を果たしていくということです。